速稼塾の久保です。ポイントサイドのモッピーっていうのがありますよね。あれがね、今ご質問いただきまして、モッピーっていうのはスマホだけでできますか、パソコンがないとダメでしょうかっていうご質問だったんですよ。これはですね、どのように解決すればいいかってことをこれからやっていきます。結論から言うと、スマホだけで OK なんですよ。というよりも、今スマホだけで全部できます。パソコンがいらないです。ただ難しい作業とか入力がたくさんする場合は、パソコンの方がやっぱりね、作業性はいいんで、そちらの方をお勧めしますけども、特にビジネスでやりたいとかお金を稼ぎたいって方は、パソコンがあった方が稼ぎやすいです。スマホだけでも全然できますけども、なんせキーボードがちっちゃいでしょ。あと字がちっちゃいんで見えにくいでしょ。いろんな不都合はありますけども、それを乗り越えていけば大丈夫です。はい。ということで、これから説明していきますね。画面切り替えていただいて、こういうふうにね、Google の検索窓で、例えばですよ、モッピースマホって打つわけですよ。そうするとですね、こう下の方に、スマホ版モッピーの会員登録方法とお得な入会特典ゲットってありますよね。もうこれクリックすると、まあすぐ出てきますね。私も行ったことはないんですけども、クリックするとね、おそらく出ると思います。あ、もうこういうふうなね、ブログを丁寧に書いてくれてる人がいるんですよね。うん。まあですんで、これはできますね。アプリをダウンロードしてくださいってことです。で、ちなみにですね、動画概要欄の方に、ちょっと切りましょうか。動画概要欄の方に、まあ私のね、紹介リンクで申し訳ないですけども、これはっきり言わせてもらいますけども、そこからクリックして、このね、モッピーっていうのに参加してみてください。そうすると、参加する途中でアプリをダウンロードみたいな画面出てくるんで、アプリをダウンロードしていただければいいんじゃないかなと思います。ということでね、どんな質問もお答えできますけども、実はね、自分で回答を調べる方法もあるんですよ。この検索っていうのを使い倒すことによって、それを、その検索技術ですか、そういったものを身につけていくことが、パソコンが上手になったってこととイコールになってきます。ということで今回は回答させていただきました。では失礼します。